レッドドーンはダン・ブラッドリー監督による2012年のアメリカ合衆国の戦争映画である。1984年の映画、若き勇者たちのリメイクであり、カール・エルスワースとジェレミー・パスモアが脚本を執筆した。出演は、クリス・ヘムズワース、ジョシュ・ペック、ジョシュ・ハッチャーソン、エイドリアン・ヌパリッキ、イザベル・ルーカス、コナー・クルーズ、ジェフリー・ディーン・モーガンらである。北朝鮮による侵略から祖国を守ろうとする若者たちが描かれる。アメリカ・ワシントン州スポケーン。高校のアメフトチームのクォーターバック選手マットが試合に敗れ、彼の兄でアメリカ海兵隊員のジェドがイラクから休暇で戻ってきたその日、突然停電が起こる。翌朝、空一面に戦闘機と空挺部隊が現れ、北朝鮮軍がアメリカ全土を占領した。襲撃から逃れ、山中へ潜んだジェドとマットだったが、北朝鮮軍の長期間に眼前で父を処刑される。父の最後の言葉に従い、スポケーンの町を占拠した北朝鮮軍と戦うことを決意したジェドとマットは、友人たち数名とレジスタンスチーム、ウルバリンズを結成。ジェドの指導のもと、山中での密かな軍事訓練を経て、北朝鮮軍に立ち向かう。ウルバリンズは、メンバーに犠牲を出しながらも活動を続け、市民たちも、その活動に賛同していくことになる。そして、長指揮官が持つ高性能電波妨害装置が、米軍の反攻を妨げていることを知ったウルバリンズは、町だけではなく、アメリカ全体を救うために、蝶に挑む。括弧内は日本語吹き替え2008年5月、カンヌ国際映画祭で、メトロゴールドウィン・メイヤーのハリー・ソロモンとメアリー・ペアレントは、若き勇者たちのリメイクがすでにプリプロダクションの初期段階にあり、ボーン・アルティメイタムやスパイダーマン3の第2版監督やスタントコーディネーターを務めていたダン・ブラッドリーが監督する予定であることが発表された。MGM は後に 9.11 テロ後の世界を念頭に置いたリメイクとなることを発表した。同月末、MGM はブラッドリーが監督に決定し、さらにカール・エルスワースが脚本を更新することを発表した。エルスワースはジェレミー・パスモアによる脚本に手を加えた。またヴィンセント・ニューマンがプロデューサーを務めることが発表された。主役にはオーストラリア人俳優のクリス・ヘムズワース。その他の主なキャストにはジョシュ・ペック、エイドリアン・ヌパリッキ、ジョシュ・ハッチャーソン、イザベル・ルーカス、エドウィン・ホッジ、コナー・クルーズが選ばれた。主要撮影は2009年9月にミシガン州マウントクレメンスで始まった。撮影時のセットの写真によると、映画では中国人民解放軍のシンボルを特色としたパンフレット、ポスター、バナーが使われていた。2010年6月、MGM の財政問題のために本作の公開が遅れることが発表された。またウェブサイト、ザ・アールに脚本がリークされ、中国を悪役として描いたその内容は議論を巻き起こした。2011年3月、MGM は100万ドル未満の予算を投じて、レッドドーンの悪役を中国から北朝鮮へ変更、修正することをロサンゼルスタイムズが報じた。この結果、2010年の FPS ゲーム、ホームフロントをそのまま映画化したような作品になった。テキサス州オースティンで行われた。ワールドプレミアでのダン・ブラッドリー、エイドリアン・ヌパリッキ、ジョシュ・ペック、トリップ・ビンソン、ファンタスティック・フェスト創始者のティム・リーグ。2011年9月、メトロゴールドウィン・メイヤーが独立系スタジオのフィルムディストリクトと共にアメリカ合衆国で配給する契約を交わしたことが報じられた。2011年12月、フィルムディストリクトはレッドドーンを含む2012年の映画をオープンロードフィルムズを通して配給する契約を交わした。2012年9月、同月27日にファンタスティックフェストのクロージング作品として、テキサス州オースティンのアラモドラフトハウスシネマでワールドプレミアが行われることが発表された。日本では2013年10月5日に新宿バルト9ほか全国で公開された。北米では公開初日2日間で740万ドル、初週末3日間で1460万ドルを売り上げて初登場7位となった。累計で4816万9726ドルを売り上げた。ロッテントマトズでは128件のレビューで支持率は 13% となった。ありがとうございます。